水曜デモの様子黄色のスローガンを身につけている、老婆が、慰安婦とされる、人たち。金き美子金福道、吉本玉、李博市主水曜デモにて、KBS ニュースのインタビューに答える、金福道日本大使館前の慰安婦像を囲む、水曜デモ参加者日本軍、慰安婦問題解決全国行動とは、第二次世界大戦時における、日本の慰安婦の一部のと、その支援者たちが、 日本国政府からの公式謝罪及び法的保障を要求するために開催している集会。1992年1月8日に開始され、毎週水曜日に在来官民国日本国大使館前で行われていることから、一般に水曜でも水曜集会と呼ばれている。2020年には初期から参加してきた元慰安婦が、 支援団体の寄付金集めに使われただけで憎しみと傷だけを教えるだけの集会として中止を要求している。韓国停身大問題対策協議会の主催で行われることが多いが学生団体や日本の団体が主催する場合もある。慰安婦たちの恨みが晴らされなければ日本人は災難を免れないだろうといった日本人に対するヘイトスピーチも見られるほか 許しを請う日本の政治家を演じるパフォーマンスなどが行動上の監修に披露される。岡崎富子、小織和子といった韓国の主張に賛同する社民党や民主党、共産党、沖縄社会大衆党など国会議員など日本国内の左派が参加、支援してきた。日本国内でも2011年12月には外務省を人間の鎖で取り囲む。 韓国水曜でも旋回アクションイン東京が開催され、これに反発する保守系の団体と対峙した。2011年12月14日、ソウルの日本大使館前の行動に無許可で水曜でも旋回を記念する慰安婦像が建てられ、撤去を求める日本政府とこれを黙認する韓国政府との間で外交問題に発展した。この日、過去最大の人数が、 日本大使館前に集まった。すでに、韓国参加の韓国学校は無償化されているのに、北朝鮮参加の学校である、朝鮮学校授業料無償化要求など、慰安婦と関係ない韓国左派陣営のための主張が行われてきた。これには後に集会に行くのをやめた元慰安婦からも批判が出ている。大使館前では、水曜デモの他にも、各種の反日デモが、 毎日のように行われており、夏休みになると小中高生までが参加する。法律上、外国交換周辺100メートル以内は、集会やデモが禁止されているが、韓国の行政当局は、外国大使館周辺でのデモや、抗議集会を違法という時刻法と、国際法違反のデモなのに、記者会見という名目で、日本大使館前に限り、こういった行為を黙認している。 中華民国でも台北市扶助救援基金会の主導により水曜デモが行われている。2015年7月1日、アメリカ合衆国首都ワシントン DC の日本大使館前で韓国系団体が中心となり1185回目の水曜デモを行った。2020年新型コロナウイルスの感染拡大を受け1428回の 水曜集会は初めて動画中継サービスを通じて、オンライン上で行うことになり、以降はすべてオンライン上での開催となっている。2020年5月7日には、集会に当初から参加していた、リヒロ主が、支援団体のこれまでの活動は彼らの金銭的、政治的利益のために安婦を利用しており、寄付金の用途も不明で、像だけ招く水曜集会をなくすべきで、 もう参加しないと明らかにした。李弘氏主の不参加宣言以降も、正義連は予定通り水曜集会を行うとしており、5月13日の1439回水曜集会も予定通りオンラインで開催された。一方で、水曜集会に反対する保守系団体などが周辺で正義連の解散などを求める抗議活動を行った。 2020年6月24日、水曜デモに反対する保守団体、自由連帯が同じ場所で先に警察署に集会申告をしたため、正義連はこの日予定されていた第1445回水曜デモを初めてヤンフ像の前で開催できなくなった。現場では保守団体に抗議して、正義連とは別の学生団体、反安倍反日青年学生共同行動が、 慰安婦像と自分の体を紐で結びつけ、違法な座り込みを続けており、両者が退治している。2020年7月3日、小6は3日午前0時から、新型コロナウイルス感染拡大の防止を理由に、日本大使館前を含むエリアでの集会を全面的に、これにより、水曜デモとそれに反対する、デモ双方が事実上開催できなくなった。すでに2月から、 周辺の光家門広場などでは集会が禁止されていたが日本大使館前だけはその指定エリアから除外されており一部では正義連の水曜デモに行政が配慮していたと指摘されているしかし正義連や前述の反安倍反日青年学生共同行動は集会が禁止された後も記者会見名目や違法性のないオンライン主体のトークショーだとして 日本大使館前で違法集会を続けている。2020年7月30日、これまで水曜集会と正義連を批判してきた、リヒロ主が、8月12日の水曜集会、第8回世界日本軍、慰安婦を称える非世界連帯集会記者会見に出席するという、正義連側の見解が出された。しかし、本人は、豪雨災害が、 全国的に多発していたことを理由に出席しなかった。2015年4月、韓国停信大問題対策協議会を日本に招き、日本政府に対する要求を協議して以下の案を発表した。この提案では以下の案も検討されたが、日本政府との打結を優先して除かれた。韓国内でも水曜デモに反発する動きがある。 陳ヨシコラ33名の元ヤンフラは、ヤンフたちに寄付金や収益を回さないでヤンフラを食い物にしていると、低大教とナヌムの家とは別のヤンフ組織、世界平和無休花会を結成した。2004年3月13日に、陳ヨシコラ13人の元ヤンフは、ヤンフたちを利用する組織らの解散を目指し、彼らの運動の資金源である募金を止めさせることと、 日本大使館前で行われる水曜集会を止めさせるために、募金行為及びデモ禁止の仮処分申請を申し立てる裁判を起こしている。慰安婦問題日韓合意後は、保守団体の父母連合が慰安婦合意認めろというプラカードとともに、日韓合意を歓迎する集会を日本大使館前で開催しようとし、水曜デモの参加団体と小ゼリアになる事態も起きている。 2020年には参加してきた慰安婦からも集会への批判と中止要求が起きている。ありがとうございます。